うん、あの人と可愛いは全くかけ離れてますやっぱりあとなんかヘビメタって、なんかちょっと、これ、また誤解を招くかもしれないけど、なんかどっちかというと、おじさんのイメージないですかそんなことないじゃないのいや、昔流行ったからだと思いますよ、当時はみんな若者だったと思うんですけど、でも今もヘビメタルいるぜ今、バリバリで若者のヘビメタルとかも。 いる,よいるよ、いるよのいいますいや、知らんだけでしょ、君が <laughs> いや、まあもちろん、知らんメタ界はありますよ。あ本当ですか、あらそううでしょうよあれ、あの、うん、昔の歴史じゃないからね、ヘビーメタルは。メタリカ以降もちゃんと排出してるんですかメ <laughs> タリカもすでに古いけどね、はいはいはい、僕、も、まあ、れなくこう、僕は音楽のことは分からない人なんですけど、はい、やっぱり。 やっぱ当時僕が若りし頃はねメタリカーが大いに流行ってたわけですなるほど僕もそれは知ってますねやっぱ唯で,で僕はそれがイコールヘビーメタルやと思ってたからそれ以外のヘビーメタルって言われても分かんないしそもそもヘビーメタルが何を定義するものなのかすら知らないんですよ <laughs> なるほどなのでこのちっちゃい女の子がこの音楽をやってる のを見ても、ちっちゃい女の子はこんな音楽をやってるとしか見れないわけですよね。<laughs> なるほどね。別にそこでギャ,ギャップがどうのか。なるほど。ギャップがどうのこうのっていう。うああ、なるほど。そういうことですよね。どこが面白みなんですか、ね、ああ、なるほど。まあ、そういう意味では、なんか、僕も非常に追い込まれましたけれど、ギャップを感じてはないかもしれないですね、僕も別に。<laughs> えヘビメーメターあってのギャップですから。ロリ,ロリコンのとこだけで反応してる。<笑><笑> <laughs> い,やいやいやいや違うんですギャップ萌えですよギャップ萌えだか何,何がんですかいややっぱりなんかそのなんていうんですかこうアイドルっていうとう <ん S 1> やっぱりなんていうんですかねこうポップなこう,こうシンセサイザーで作ったようなうんなんかこうカラフルな <うん S 1> 音楽っていうイメージあるじゃないですかなんかまあまあポップライなイメージかこうなんていうんですかね なんかこう、ポップビーンズ、ポップビーンズ、<え>ポップビーンズみたいなね、なんか。え何ポップビーンズ <laughs> カラービーンズですっけえ何 <laughs> 何のこといや、なんかお菓子あるじゃないですか、なんかカラフルな。<え>カラフルな。チェリービーンズのことかいあ、チェリービーンズです。あ<ー>あ、ごめんなさい。何ポップビーンズ <laughs> お前適当言うとだやろなっけ、さっきさ。 チェリービーンズみたいなイメージじゃないですか、なんかね、アイドルっていうとね、マシュマロガとか、そういう、そういう歌を歌ってそうじゃないですか、ああなんか、らかい感じの、そうですね、なんかちょっと、キャンディーじゃないんですよね。あ違うわ、キャンディーでもだめなんです、ちょっとなんかあの、<う>ちょっと変わったお菓子、ね。で、そうなの本当はだから、本当は僕が一番ピンと最初に思ったのは、ハイチュウなんですけど、うん、なんかそれだとなんかちょ,っとちょっと伝わりづらかったんで。 <laughs> だからそれをチェリービーンズとか言いたかったんですけどあのゼリービーンズでそこも間違ったゃないかいゼリービーンズっていうのがあのなんかちょっとこうあれですよね幼虫みたいな形してるやつ、ね、そうそうそう幼虫ってう <laughs> はいはいゼリービーンズです、はい、ゼリービーンズみたいなイメージなんですけど、はい、そのイベイビーメタルはもうなんちゅうんですかねすごいんですよその ファックユーみたいな感じなんですよ。<laughs> あいや、本当いや、に。だから、その、ファックユーってやっちゃうとまずいんで、うん、なんかこう、ファックユーじゃなくて、こういう、こう、なんていうんですか、メタルの、ちょっとなんて表現すればいいんですかね、こう、僕の中であの、そもそも、ファックユーはメタルなんですかなるほど。パンパンクじゃないんですかああ、<laughs> なるほど。中指立てる感じのね。 うんうん、なんかあの、こう、ファックユじゃなくて、こう、二つ指立ってるやつです。いや、三つ。なんだ僕の中では、僕の中で知ってる知識は、あの、前田タイソンがよくやってましたけれど。わ <laughs> かるウィッシュみたいな感じ。あ、ウィッシュみたいな感じです。あの、まあ、ちょっとまた形違いますけど、アロハみたいな形の。 そんなヘビメタおったかないやいやあれなんちゅう,うポーズって言うんですよあんでそれを両手にしてベロ出すっていうあのイメージないですかあいつキスキスですよキスそれはキスじゃないですか <laughs> キスはヘビメタですよねあっ<や>ヘビメタって言っていいかどうかねあロックなんですかあれはやっぱその辺の何ジャンル分けは別にどうでもいいからどっちでもいいんだけどあじゃあまああれをじゃあヘビメタだとだ今回はさせてもらいましょうまあまあまあちょっと甘めに甘めに なんかこう、キスがやってるあのポーズのイメージですよ。はい。あれが、ベビーメーターの前、まあ、あの、あれだとなんかどういう意味を示してるのかわかんないですけれど、ちょっとあの、問題があるっていう意味で、ベビーメーターの前はあの、キツネのポーズにしてます、ね。<laughs> キツネさんのポーズでやってますけどね。はいはいはい。だからとにかく、なんちゅうんですかね、こう、可愛い,い女の子がやらないような音楽だったり、 サウンドだったりっていうのがね。だ<ー>このころは演奏してんの演奏はしてないです。あしてないのかい,はい、はい、その、だからもう本当に、あのー、後ろで演奏してる人たちは、多分もう本当に本格的なヘビーメタの演奏者なんですよあ<ー>、あのー。僕が軽く知ってる情報だと、なんか、あのー、J−POP が好きな元あの元、あのー、有名なバンドの マーティーフリードマン。はいはい、マーティーね。あの人、何の、なんていう。ミスター・ビッグだったっけな、なんだっけいや、ミスター・ビッグじゃないですね。メガですじゃないああ、メガデスです。ああ、そうそうそう。の、えー、ギタリストだった、うん、マーティーフリードマンのバンドのメンバーとか。もう、もう、かなり本格的な人が後ろで演奏してる中、うん、まあ、基本的に、あのー、 踊るんかい踊りますなるほどここはいいねメタルとダンスのメタルとダンスのそのギャップがいいわけですよしかも曲とかも一番すごい曲になると4の歌っていうのがあるんですけどその4の歌の歌詞1の次は22の次は33の次は4 っていう歌ですから,、ね、<laughs> 素晴らしいねそれをそうそうとるバックの演奏者の前で小が当時小学生の子供二人が踊るわけですよすごい素晴らしい歌詞だね <laughs> そうですよねいや画期的だなと思いましてすごいねはいはいはい<ー>でまあそのかといって、うん、そのメッセージ性の強い <え>歌詞も歌ってまして。あ、そんなこともやっちゃったのやりました、やりました。デビュー曲が、<お>あの、いじめだめっていう歌。ふ <laughs> わ <laughs> <laughs> そっちは最悪やな。はい、そっちね、<laughs> なんか、その当時のなんか、前園を彷彿とさせるなんか、ちょっとこう、違和感を感じるんですけれど、だめだめって言ってましたから、ちょっとそれはどうなのかなと思いつつ、こう、アメリカに進出するときに、 うん、もうえ、アメリカに進出してる進出してるときかわからないですけれど、もうとにかくアメリカでも、とかでも、要するになんか海外の方がなんなら人気なんですよね。だって、あれでしょキャラクターとして人気なんですよ、音楽。<laughs> うん、けど、やっぱりその、なんか、大やっぱり一応かわいいでしょ、どうせ。そうですよ。けど、だからその、本当本当に、これ、まあ、本当か嘘かわからないですけど、本当に一回、ヘビメタ界がちょっと悩んだらしいです。 ちょっと、どうしようって本気で悩んだらしいです、ヘビメタ界が。いやだから、その要するにこうヘビメタとかの、本当、大御所とかが出てるようなフェスとかにも参加したりしてるんですよ。 <laughs> だからそこにおいてですよ、今までそのヘビーメタっていうのは、の男の音楽とかはからないですよ、僕も詳しく。ヘビーメタのライブって、女の人いっぱいいるよ。あそうなんですかそうなんですか。けどやっぱりわかんないですけど、そのヘビーメタっていうものに対しての,そのジャンルとしてのこだわりみたいなは、どんなジャンルでもあるはずじゃないですか。深夜でででももも早朝でも、OK、土日でも、OK、な在宅ワーク、Facebook、を使った 簡単なお仕事。日給2万円は楽勝。興味がある方は、説明文のリンクをクリックしてください。